こんにちは、速稼塾の久保です。今日も持続化給付金の入金の報告をいただきましたので、こちらの方で発表させていただきます。7月5日にいただいたメールです。まず1人目、久保さんおはようございます。 Y です。先日ご相談差し上げました持続化給付金ですが、給付する旨はがきをもらいました。久保さんの分かりやすい解説のおかげでスムーズに進められました。約25万円で、入金額から目減りしますがありがたいです。本当にありがとうございましたということでございます。25万の、ね、入金があったということで、持続化給付金やっぱりね使いましたね。次の方ちょっと長くなりますけどもご覧ください。久保先生いつもお世話になっております。お送りしたそうめん、これイボの糸ですね、は気に入っていただけたでしょうか。お好きだと聞いていたので今年も送らせていただきました。毎年ありがとうございます。で、私は2019年3月に駆け込みで、例のねあれにね参加させていただいて、順調に返礼金を受け取り始めましたが、7月に返礼金についてのアナウンスと返金付き大会のご案内を全体動画いただきました。私送りましたね。私はそのうち状況に応じて考えようと思って放置していたのですが、9月を過ぎたあたりで返礼金が滞ったことを久保先生の動画で知り、動揺しながらも10月を迎えてしまいました。そして10月末になっても返礼金は入らず、だらだらと情報を待つ中で2020年を迎えてしまいました。こういう方って多かったかもしれないですね。現在ショッピングポイントの購入分のほとんどが受け取れていない状態です。確かに。で、全ては状況を見て後で決めようという私の優柔不断さから来た、とはいえ金銭的にはちょっと痛いですと書いてあります。これも力量を超えた金額を入金した私の反省点ですが、それもこれもいつも久保先生が注意警告していたことばかりだと今冷静に振り返っています。そして、今は今度こそ久保先生の言われた通りにしようと心を新たにしています。そんな中、5月あたりから毎日のように、例のやつと持続化給付金のことについて非常に気づきの多い動画が毎日送られてきました。私は食い入るように見て、そして気づき、ご相談させていただきながら今回持続化給付金に申し込み入金に至りました。と、入金したんですね。本当におめでとうございます。詳細は割愛させていただきますが、今回100万円の受給となりました。100万円の受給の方多いですね。とっても助かりました。ありがとうございます。久保先生の情報を都合の良い部分だけは受け取り、自分の解釈の及ばない部分は自分勝手な行動をするのではなく、まずは言われた通りにやってみると心がけた結果です。はい、そうですね、その通りですね。思えば久保先生の3つのビジネス大原則ともいえる、1つリスクヘッジをする、2つ1つに依存しない、3つ常に余剰資金でやることの3つを完全に無視していました。申し訳ありませんでした。いやいや、なかなかねやっちゃうんですよね。はい、でもこうして救済策を見つけてくださり、最大限補填方法を模索してくださった久保先生に感謝です。おそらく同じビジネスに参加していても、ほとんどの方はこんなサポートや発想は受けられず諦めているのだと思います。本当に誰の言葉を聞いているのかが非常に大事ですね。速稼塾に参加せずに例のやつだけを登録していた選択のことを思うとゾッとします。これからも情報発信よろしくお願いします。そして久保先生の言われているように、速稼塾なんてなくても稼げるように私もなります。それが一番です。以上ですね。あとね、本当に持続化給付金56歳さん、 KT さん38歳さん、女性社長 M さん、他1名合計6名の方から持続化給付金の入金がありましたというふうなメッセージをいただきました。ありがとうございます。前回までもね4000万円ぐらいの持続化給付金の受け取りだったんですけども、今回で5000万円ぐらいになったんではないかなと思います。それから報告をねしてくださってない方もおりますけども、報告の義務はないですから、ああよかったで終わらせていただいてもいいと思います。ただこういうふうに実際に入金があったよっていうふうなね連絡をいただくと励みになるかと思いますし、自分もやってみようかなと思う方もいると思うんですよ。そして忘れちゃいけないのが、やってみたんだけど持続化給付金給付されませんでしたって方も出始めています。で、その前に相談した税理士さんとか社労士さんがそんなことはできませんって言って受けてくださらなかったっていう例もあります。そうなんですよね。開業届がまず一番大きいんですけども、開業届ってね1ヶ月以内、開業1ヶ月以内に出さないといけないんですよ。
でも開業届を1年過ぎて出したり2年過ぎて出したり3年過ぎて出しても別に罰則はないんで、それはそれでできるんですよね。例えば今から開業届を出すときに1ヶ月前に遡って出すのも3年前に遡って出すのも、まあルール違反ではあるんですけども、別に罰則がないんでできるんですよ、何の問題もなく。はい。で、税理士さんや社労士さんによってはそれまでの付き合いもあるんですけども、まあ言ってみればね、頭の固い方っていうのはそのルールを破ってくれないんですよ。でも柔軟な方っていうのは、あ、いいですよっていうふうにやってくれます。ただし遡ってやるとそれに対する、確定申告が必要になってきます。法人でしたら決算が必要になってますので、そちらの方もやってくださいねって形でね、やっぱり頼まれることはありますけどね。はい、では今回は受給された方6名の方から連絡いただきましたけども、まだね百数十名の方が申し込まれて、で今半数以上の方がもう受け取ってらっしゃいます。で、やっぱりね出てきました、徐々にね。私は受け取りませんでした、頼んだ依頼した方が受け付けてくれませんでした、こういう例もあります。ですので当初はね 100% の方が受け取れると私もね胸を張って申し上げていたんですけども、だんだん 100% ではなくなってきました。私の感覚ではまあ 97-8% の方が持続化給付金の後から開業届、後から修正申告で受け取れているかなっていうところですよね。はい、ということなんで皆さんからね連絡いただきましてありがとうございました。今後もよろしくお願いします。